はい、どうも、矢野妻ゴルフ TV プロゴルファーの矢野妻です。ちょっと珍しい絵面じゃないですか。東京クラシックですよ。東京クラシックのインコースのスタートのパター練習グリーンってこんな感じです。今日はアマチュアの人と結構回る機会が、多いんですけど、一番よく聞かれるのがどうやったら距離感が合うようになるんですかって言われるんですけど、それはもうね、練習してください、ロングパットとはいえやっぱりこういろいろバラバラの打ち方の人が多いんで、今日は2つにしましょうかね。もうすっごい大事な基礎中の基礎を2つ、いっぱいあるんですよ、細かいポイントで言うとね。もうゴルフってパターに限らずアプローチもショットも、もう細かく着眼点を決めたらもうキリがないんですよ、はっきり言って。なので僕がやっぱすっごい大事にしてるパターのポイント2つ。まず1つ目はね、構えです。構え、みんな結構こう自由に構えちゃうからありがちなのが、極端にやると、こういう人ね、あとはこういう人、あとはこういう人もいればこういう人もいればこういう人もいるんですけど、一番誰にでも当てはまりやすいのはまずこのパターですよね。パターをしっかりグリーンに合わせてあげる、この状態ですね。これ来角っていうんですけど、この角度はやっぱりこのパターのソールがまず地面にしっかりこうつく状態。これね、片手でやってあげるといいです。こうやってみて、僕らよくこうやってやるんですけど、こうしといて微調整しても、これだと先浮いてますよね。でこれヒール浮いてるじゃないですか。でこの状態を作ってあげる。でこの時に大事になってくるのが、よく僕が言うパターの座りなんですけど、こうやった時にシャフトがこっちになっちゃったりこっちになっちゃったりするパターがあるんで、やっぱそういう意味ではパターを買う時にですね、片手でこうやってやってみて、あまりにもこのグリップがこうずれない、ソール形状もあるんですけど、そういうのをまず選んでもらった方がいいかなって。でこう合わせるじゃないですか。でこのポジションだなと思ったら、このポジションに自分が入ってあげること、これが大事ですね。みんなどうしても自分で気持ちよくいつも通りルーズなアドレスをしちゃうと、大体このパターの向きっていうのがずれちゃうんで、まずはしっかりフェースを合わせる。一番大事な来角、ここを自分が微調整して、できたものに対して、これですね、この状態に対して握ってあげる。これがすごい大事。よく違う動画でもパター選びのコツみたいなのを確か言ってた気がして、で要はプロが一番気にするのって座りなんですよ。で座りって何って話になった時に、パターの座りっていうのはポンってこう置いた時にフェースがこっち向いちゃったりこっち向いちゃったりこうなっちゃったりこうなっちゃったりしない、トンって置いた時にフェースがこう面がずれない、これが僕の中での座りのいいクラブなんで、一番選ぶ時のポイントそれですね。それなんでかっていうと、やっぱりセットアップの時に必ずこういう動作をするんで、右手でこの時って添えてるだけで自分じゃあんまり何もしてないんですよ。この時にいかに面がこうずれないか。急になんかそのパターになっちゃったんだけどちょっとずれたよね。何が大事、1つ目、来角を自分でこうやって合わせる、こう微調整する、これが大事で、これに対して自分がここを変えずにね、きちっとできたものに対してこれを変えずに握ってあげる。でこの次は今度このできたこの関係性、手と今度は完璧に自分が置いて作ったパターと握った手のこの関係性をなるべく変えないようにこうやって動かしたいです。やっぱり僕の場合はパターってオートマチックに打ちたいから、パターのイメージってこんな感じなんですよ。ここ今胸ついてますけど、こういう風に打ちたいんですよね。一番やりたくない動きがこういう動き、理想これ。一番ダメなのがパターがこういうふうに動くこと。普通に握ってもこうやって動かしちゃう。なるべくこの角度をパターのストローク中は変えたくない。こう一番多いパターンはこうかな。なのでまずセットアップでしっかりフェース面をターゲットに合わせて、かつこの向き、この来角も自分で調整して、あ、これが一番パターが地面に対してスクエアだなって思ったら、これをなるべく動かさないように、まあ、順手でもいいしクロスでもいいしクローでも何でもいいんで、自分の普段やってるグリップを合わせてあげる。そしたら今度できたこの関係性、手とパターの関係性を変えないようにストロークしてあげる。この関係性を変えないように。距離感が一番大事っていうのは大前提としてあるんですけど、今回はね、やっぱりこうパターの打ち方か、要はまあ構えが一番大事なんですけど、その構えた後の動かし方で、こう片手で合わせて、で構えたらこの関係性ですね、手とクラブのこの関係性を全く変えない。こう構えたらこの手とクラブの関係性を変えない。この関係性を変えない。ざっくり今喋りましたけど、多分この程度でよくて、まあ、この先ね、じゃあ深掘りしていっちゃうと、こうやって構えた、じゃあこの関係性をキープするのに一番注意しなきゃいけないことって何ですかとか、そうするとゴルフってやっぱり山ほど出てきちゃうんですよ、大事なことというか喋っちゃうとね。あんまり言い過ぎちゃうとやっぱり本当に大事な部分が薄れてきちゃうから、まあ、今日はあえて2つですね、ポイント、まあ、そこだけをまずは集中してやってもらって、でもしね、そこだけやってだいぶ身についてきたけど、なかなかこの関係性がうまくキープできないと、足が動いちゃうだったりとか、ここキープしようと思うと足が動いちゃうとかっていうことが出てくると思うんで、そういう時はですね、またちょっとコメント欄にですねリクエストをいただければ、まあ、その都度、まあ、なるべく解説をするようにしますんで、パターはこの2つですね。打ち方で言うと、まず来角を合わせ、パターのポジションを決めたら、そのパターを変えずに自分がグリップしてあげて、その関係性を変えずに打つ。これが大事です、はい、今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どんどんコメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。